はい、どうも皆様こんにちは。どうも、どうもお疲れ様です。ですね、こちら先ほどこちらの、辺野古キャンプショップゲート前のなんだっけ、サンキュシャープゲート前なんですね。こちらさん、あ、どうもこんにちは。どうも、はい、到着しました。これがなんだっけ、ジャバラとかいうやつ。どうも皆様、やっと着いたですね、先ほど。ついに到着しました今日。先ほどですね、3時ぐらいかな、到着、3時半やったっけな、到着したんですね。これでこんな感じです。よく雰囲気はよく分かんないんですけど、これ結構すごい交通量の道でして、さっき警察車両が1台帰って、あ、これぬくいですね、ここは。はい、すごくぬくい。だからもうジャンパー脱いで、今ちょっとあの服一枚、渡りました。どうもお疲れ様です。ちょっとここ登るかな、登れるか、無理か、なんやこれ、怖い、落ちそうな感じがするから、やめとこう。こんなんなってるんですね。いや、特にもう何もないんですけどね。皆さんもう島ぐるみ会議の皆さんとかも、バスに乗ってお帰りになられたんです。今はですね、今テントの方ではなんかご飯を作ってはるですね。でですね、ちょっとテントの様子とかを先山城ひろじさんにちょっと説明をしていただきまして、寝袋をちょっとお貸ししていただいたんですね。まあ、こんな感じになってます。あ、どうも。特に何もないんですけどね。記念撮影っていうか、その先ほどですね、ですね、あ、これなんかあるな。あ、こんにちは、どうも。こちら様子がいまいちよくつかめないですかね、まだ。どういう感じで撮ったらいいのかっていうのがよくわからないんで、今やったら誰もいないですかね。と、まあこんな感じです。で、今ゲート前はアルソックの人が2人いまして、あ、どうもお疲れ様です。皆さんどうも。じゃあどうもありがとうございます。はい、今日から16日に帰るんやな。だから16日に帰ります。だから今日から16日までですね。だからどうなのかな、11、12、13、14、15やから、6泊5日なんかな、ということです。こちら先ほどからのあれなんですね。先ほどこちらのもっと向こうの方にですね、第3ゲートというのがありまして、そこの下のところでなんか集会が行われてたんですね。いや、どうも皆さんどうもこんにちは。どうも、ここ来てみてですね、ツイキャスの中で映ってる風景が実際見てみると、あそこの何ですか、殺人鉄板、あそこに今あそこにですね、
あの、あれなんですよ。あそこのゲートが殺人鉄板のゲートですね。いわゆる。なんですけど、思ったより、その、何ですか？思ったより狭いなぁと思いましたね。あ、どうもお疲れ様です。テントがある方が新ゲートです。これ、あそこになんかあの、赤い信号みたいなのがついてる、あの、あれって何なのかなと思うんですけどね。何のゲートなんかなと思うんですけど、でこの両脇このなんですか、こっちの方も基地なんですよね。こっちも米軍施設なんです。なんか軍用車が止まってまして、この裏側ですね。見えにくいんですけど、ここなかなか渡れないんですよね。車がブンブン通ってるんで。これも沖縄県警が置いてたんですよね。今は新ゲートから旧ゲートは工事車両が、あ、そうなんか、あ、そうですね、こっち側からなんかあの軍用車とか入っていったり出入りしてるんですね。あの、そうですね、両脇が基地なんで、だからここの周辺を Google マップで見ると全部基地なんですよ。だから今日もここに来る途中に、バスで来たんですけど、もうバスの右側か左側かどっちかが常に基地なんですね。ものすごい広大なとこを、米軍基地は占有しているということですね。那覇空港に着陸したときに、なんすか、海上保安庁の飛行機が見えたのがちょっと向かってきたんですね。海上保安庁の基地もあるんですね、那覇空港に。で、自衛隊の基地もあるんですね。なんかやってます。まあ、こんな感じでして。まあ、ちょっと沖縄の新幹線、あ、バスの車内放送は新幹線並みです。ああ、だからもうあれですね、ずーっと乗ってましたね、バスは。でも、街並みの建物自体が、大阪と全く建物建築様式というか、なんていうか、その、例えば団地とか、ビルとか、普通の民家にしろ、全部作りが違うんですよ。だからすごいなって言ってですね、もうずーっと見てましたね。今あちらの方でペルシャムさんが、ペルシャムさんが中継されてるですね。ちょっとそっちに行ってみます。あ、なんかアルソックの人はあれですね、あそこは蛇腹なんですけど、あれやっぱりこっちで見るとやっぱり前の天満署のやつとやっぱり似てますね。こんな感じに止まってまして、あ、どうもよろしくお願いします。どうも、あ、お疲れ様です。どうもどうも、お疲れ様です。ですね、こちらは今、こちら辺野古の、前のゲートの方、こちらは前の方ですね。なんかもう、新旧がようわからないようになってくるんですね。土地勘が全くないので。はい、じゃあ今から讃岐御前山を監視しますね。もう、あれですね、あれ監視行動って感じでして、橋本監視テントっていうのが昔あったんですよ。昔では3年前あったんですよ。大阪市役所の隣に橋本徹市長の市長室が見える場所にテントを張ってみんなで監視してたんですよ。中が見えるんですか、建物の中？いや、いやだから建物からテントが見える場所にテントを置いてた。ああ。
だから、橋本徹があまりにも、なんと言いますかね、あそこ、あの人は結局、だから、大阪のインフラを全部叩き売って、資本に叩き売るっていう、資本に叩き売るというか、もうそういう政策を行っていて、もう、考えつく限り、ええこと全くやらないですよ、ね。大阪に行ってみたらすごいと思いますよ。うん、もう全部、例えばですね、なんだったらかな。まあ、はい、はい。まあ、行ったらわかるって感じで。なるほど。で、そこに、いた黒い猫が、猫がいるんですけど、猫が、はい、猫がいるんですけど、その猫の名前がヤマトっていう名前なんですよ。おお。だからこれは多分あれなんや、やっぱりその、日本による琉球支配とかそういうのがあるんやなと、もう、やっぱりさすがです。さすがですと思ってたのが、黒猫だからっていうことに気がついたんです。だからヤマトなんですね。この黒い猫の話は、ヤマトってつけた人は誰なんですか？知らない。だけど、ヤマトって知れ渡っている猫ってことですか？誰かがつけてたんですけど、本当にその名前か知らないですけど。でも、あれなんですね。で、なんでな、ユニークで？いや、黒い猫だから、黒猫ヤマト。ああ、そのヤマト？っていうことに気づくのに半年かかったんです。そのヤマトなんですね。多分そうやと思いますよ。じゃあまあいいですね。私ヤマトっていうからなんか内地のヤマトのことかなと。だから僕もそう思ってたんですよ。ね、いけませんね。なんかすぐほらイメージがそんななっちゃうって。そういう感じでして。なるほど。へえ。だから黒猫だからヤマトだってことに今半年ぐらい経って気づいたんです。ああ、なるほど。でこれなんですけど、殺人タップもだいぶ錆びついてますね、もう。そうなんですよ。もうだいぶ早く錆びしましたよ。海にも近いから。やっぱりみんな錆びるんですね、ここは。そうなんですよ。はい、錆びやすいですね。車も。はい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 。今ちょっと6人ぐらい立ってます。なんで後ろの方に警察の人が座ってるのかなっていう。後ろの一人なんか。嫌でしょ。なんでかって。そう。あ、言われるんだって感じですよ。でも、ね、前の人たちはほら立ちっぱなしですよ、立ってるの。アルソックさんもだからね、かわいそうです、かわいそうっていうか大変ですよね。まあその分お金もらってるかもしれない。いや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 、今ですね、たぬき御前さんが下の方に来ていらっしゃったので、ちょっとこの中で配信しながらご飯をさせてもらってます。やっぱりこっちはだいぶぬくいんで。ケーキだ。ありがとうございます。始めてもらいました。はい。はい、だいぶぬくいですね、ここはもう。ですよね、今日はね。このジャンプはもう脱いできたんですよ。本当ですよ。薄着だなって今思いましたよ。たぬき御前さんですよ。今、ポロシャツの長袖で1枚なんですよ。私、3枚着てますよ。作業服なんですよ、ね。前の会社で買わされた、上下で1000円なんですけど、はい、の片っぽだから。上下で1000円。これは僕ちゃうやつなんですけど、こっちともう一個青いやつが、はい、上下で1000円のやつを買わされたんです、うん、派遣労働で、はいはい、こういう紺色で、はい、もうあれです。だもう1日しか行かなかったんで、もうマラソンなんですけど、ね、何1日しか。その会社はすぐ辞めたの。派遣のところで。いろいろまた飛ばされるってことですね。まあ、派遣だから仕事も変えられたり。まあ、基本的にもうグレーゾーンでしょ。だから派遣労働って認められてないんですよ、実際は。でもなんかその、そうなの？今のところ認められてないんですけど、その何ですかね、ある一定の条件を満たせばいいんですけど、例えばその何だっけな。資産が何ぼあるとか、親族の資産が何とかあかんとかって言うんですけど、こんなので条件が変わるがあったらいいって言うんですけど、なんかもうかなりグレーゾーンみたいな感じですね。でもまだ OK にするっていう法案が通りそうな感じでして。沖縄も派遣会社多いですよ。ですよ。はい。いや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 、あ、ありがとうございます。はい。ケーキありがとうございます。前に奥さんがすごな橋本監視テントガーサス。前大阪に天満署っていう警察署があったんですけどね。星字通りに。はい。
そこにあったジャバラがあれと同じなんですよ。あ、どこにあるんですか？いや、だからその天満町の前で、あの大沢府警があの関西電力本店前で抗議していた人を一人ですね、不当に逮捕したんですよ。不当逮捕、はい、あったか、みんなで頭が来たんで、その逮捕した天満町に向かって抗議、連日で抗議しまくってたらですね、はい、ああいうジャワラをあの警察署の前にずっと配置するんですよ、はい、で、あれそっくりやな。なるほど。っていうのは、この辺野古のこの鉄板よりも先だったんですか？いや、鉄板じゃなくてそのジャバラですね。あ、このジャバラ。あ、なるほど。あれとそっくりなやつ。この人誰？初めて見た。え？めっちゃおじいがいる。おじいってごめん。めっちゃ年いった。今見ました？めっちゃ年いった警察か防衛局の人が今白髪の。あの人あんまり見ないな。あ、そうなんですか。うん。大体が40代から下っぽい人たちが警察多いんですけど。はいはいはい。ちなみにあのその天満署にあったジャバラはあの大阪府警の第三機動隊のやつでしたってあの書いてあったんで。あ、これです。いやいや、これじゃなくてそのああいう形のやつです、ね。あ、へえ。あの三機って書いてあるんですよ。第三機動隊って書いてあるんですよ、はい、マジックで。あ、第三機動隊のやつやなと思って。あ、へえ、そうなんだ。あ、先ほどあの二尾くんですか、あのですね、定年、はい、定年。あ、そうなんです。あのこっちの方に大阪府警の機動隊員が来てるっていう噂がなんかすごい大阪で流れててですね。さすがに、あ、そうなんです。リボンを結びつきまくりましたね。で、あのジャバラに、あれと同じジャバラにですね、はい、あの天満署の前ではみんなで黄色いリボンを、リボンっていうか紐をくくりつけまくってやったことがありまして、うんうん、その時写真もありまして、ね、みんなもうイエローリボンをみんなくくりつけてたんですけど、だからハサミで切ようとするんですけど、やっぱり、やっぱりだから、みんなうわーってやってたからもうリボンだらけになりましたけど、まあそんな感じです、まあそんな、はい、そんな感じでした。あの人、いろんな地域の問題が聞けてよかった、いいですね。あの人はどこ行ったかな。あのほら、辺野古のお猿さん、あっちにいるよ。あ、あんなとこに。狸御前さんだよ。どうも、こんにちは。どうも、こんにちは。どうも。あっちは顔 OK なんで写しちゃいます。いやいやいや、これは何ですか、ところ。いつもですよ。いつも。いつもいますね。これは何人のためにいるんですか。わからない。誰かいるんですかね。あ、いますね、なんか。何してるんですか、この人。これあの、こんなとこで。こんなところで何してるんかな、この人。これ一日中座ってて何してんのかなっていう人なんですけど、こっちは何ですか。あ、これが大学校って書いたな、そういえば。なんか書いてます。はい。何ですか？イエローライン。こっちにイエローラインあるもんね。イエローライン？何ですか？見えます？イエローライン。はあ。何でか。書いてますよ。注意事項。何が書いてるんですか？あれないな。あ、これが。なるほど。知らなかった。
ここって何なんですか？あ、え、なんか書いてますね。US マリーンなんとかかんとかは、なんて書いてあるんですかこれ。あ、こう入ったらダメなんですね。こうやって入ったらダメですね。こうやって。なるほど。これが入ったらダメなのか。こんなとこにタンポポが、タンポポじゃないなこれ。まあこんな感じですね。あ、いやあ、どうも。こんな感じです。なるほど、これが辺野古か。ここに登れるんかな。あ、そう、やめとこう。こんな感じですね。あ、なんかある。あ、蝶々。蝶々が死んでる。蝶々か。うわ。オレンジ色のラインを見張るのがあの人の、車の人の仕事なんですね、あれ。ラインを、ラインを見てるんですね。離脱しろって書いてるということで、そのラインではなくてですね、あれです。あるそうです。この度は、なんかお腹空いてきたので、なんか、アルソックってのは何がアルソックなのかわからないですけど、ちょっとバックしながら、後方にバックしながら、またこっち行く。腹減ってきた。というわけで、いきなりですけど、だいぶ、夕方のご飯時になってきたので、なんかもしかしたらご飯がもうそろそろ作らはるかもしれないんで、ちょっと、テントに戻ります。というわけで本日の、配信をちょっと一旦終了しますよ。はあ、もうちょっとやろうかな。どうしようかな。なんていう。今辺の子ですね。特になんていうか動きらしきものもないので、本日の配信はちょっと一旦終了しましょうかね。なんか。はい、というわけで皆様、何かよくわからない配信になってしまいましたが、ちょっと一旦ちょっと中継の方は終了するような気がします。なんかいきなりまた復活突然したりするかもしれないので、
まあ、その時はまたよろしくお願いいたします。どうもどうも、やっぱり実際に来てみたらすごいなぁと。すごい、でもここあれなんですよ、交通量がすごいんですよね。みんなブーブンブーブン走るんですけど、時々こちら車に乗られてる方がクラクションを鳴らされるんですよ。これはその連帯の意思を表してはるんですよね。ゲート前への抗議に対するその連帯の意思を通行されている方が、車に通行されている方が示してはるんですね。というわけで本日の、中継の方はちょっと一旦中継終わります。お疲れ様です。こんな感じです。どうもありがとうございました。はい、ちょっとあれですね、ちょっとまた様子を見ます。なんかアルソクの人がこっちに2人か3人が来てますよ。何ですかこの人は。はい、ありがとうございました。どうも失礼します。